国宝建造物一覧。兵庫県編。日本全国の国宝建造物を紹介するチャンネルです。今回は兵庫県の国宝建造物を紹介します。兵庫県には6カ所14棟の国宝建造物があります。姫路城、大天守、他7棟。兵庫県姫路市にある姫路城。1346年、赤松貞則が築いた小規模な城が起源とされる。その後小寺氏、黒田氏など城主が変わり、毛利攻めの際には秀吉も入った。現在の城郭は、1608年池田輝政により築造。築城の名手であった輝政でも、完成まで8年かかった。四方に配された4棟の天守を、4棟の渡り櫓がつなぐ。8棟はすべて国宝に指定。姫路城大天守、西小天守、二の渡り櫓、乾小天守、葉の渡り櫓、東小天守、炉の渡り櫓、井の渡り櫓。大天守は外観は50、内部は7階の構造。石垣を含めた高さは46メートルある。外壁を白漆喰で塗り込めるだけでなく、屋根瓦の目地にも白漆喰を施す。結果全体が白く見えることから、白露城の別名がある。築城以来一回も戦乱に遭うことがなかったため、保存状態が良い。天守だけでなく、櫓や門など多くの遺構が残る。現存12天守で最大規模を誇る。日本一の名城。一乗寺、30の塔。兵庫県加西市にある一乗寺は、650年創建の天台宗寺院。第36代高徳天皇の勅願により開基された古刹。猫のいる入り口から階段を登って行くと、山の斜面に伽藍が見えてくる。一乗寺、30の塔。30の塔は1171年建造。各柱の底辺が大きく、上層ほど塔身が細くなる。総輪は、塔身に比べて大きめ。本堂は桁行き9間、梁間8間で、掛け造りの大建築。境内には、主廊、御宝堂、開山堂など、多くの建造物が残る。ところどころに建物があるので、上り坂もそれほど大変ではない。長光寺、本堂。兵庫県加東市にある長光寺は、651年改装の真言宗寺院。本堂は1413年建造。長光寺、本堂。本堂は、桁行き7間、梁間7間で、3間の光背がつく寄せ棟造り。本堂は和様主体の折衷様だが、床下に亀腹がない。コンパクトな境内の中に、本堂、主廊、多宝塔、二王門などが立ち並ぶ。とても静かな山あいにある、落ち着いた雰囲気の寺である。覚輪寺、本堂、他一棟。兵庫県加古川市にある覚輪寺は、589年創建と伝わる古刹。
聖徳太子が建てさせた。四天王使用良院が始まりとされる。鶴林寺、本堂。本堂は1397年建造。桁行き7軒、播磨6軒の入母屋造りで、折衷様式。鶴林寺、太子堂。太子堂は1112年建造。宝三軒の宝行造りですがる破風がつく。創建も古く、聖徳太子のゆかりも深いことから。播磨の法隆寺とも呼ばれる寺。浄土寺、浄土堂、阿弥陀堂。兵庫県小野市にある浄土寺は、1194年創建の真言宗寺院。浄土堂は、宝三軒の宝行造りなので、どこが正面かわかりにくいが、灯籠のある方が正面。浄土寺、浄土堂、阿弥陀堂。浄土堂は1194年建造。東大寺南大門と並ぶ大仏様建築の代表例。太い抜けを多用し、放射状に組まれた内部の木組みは見事。内部の阿弥陀三尊立像も国宝指定。浄土堂と薬師堂が東西に向かい合い。八幡神社は南向きに配置される。泰山寺、本堂。兵庫県神戸市にある泰山寺は、716年開山とされる天台宗寺院。第44代元正天皇の勅願により、藤原の馬会が道東伽藍を建立。泰山寺、本堂。本堂は1285年建造。桁行き7軒、播磨6軒の入母屋造りで。正面は亀原が目立つ。二塗りの柱と格子の組み合わせが鮮やかな密教本堂。室町時代には、55の寺院、松寺、末社を持つ大寺院だった。仁王門からの参道に、その名残が感じられる。ご視聴ありがとうございました。他の動画も、ぜひご覧ください。